春のうららの隅田川。皆さんこんにちは、指揮者の木村光太郎です。ご覧ください、スカイツリーのお膝元、浅草にやってまいりました。ここはですね、各界のスペシャリストのね、皆さんたちとの対談イベントがね、この浅草で始まるんですけれども、記念すべき第1回はですね、数学のプロフェッショナルの鈴木慎介さんとのイベントです。最近ね、仕事に役立つ数学というね、本を出されたそうで、とてもですね、今から共演が楽しみです。こちらはですね、先ほどね演奏しました滝廉太郎さんのですね、花の花碑がある場所なんですね。ということでですね、この企画のですね、対談のトップバッターはですね、数学者の鈴木慎介さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。いや、楽しみですね。ですね。はい、それでは早速、はい、対談イベントに行ってみたいと思いますので、はい、行きましょう。じゃあ、一緒に VTR スタートでお願いします。 OK、 行きましょう。せーの、 VTR スタート。鈴木さんと対談ということで、改めまして、はい、改めまして、指揮者の木村光太郎です。数学者の鈴木慎介です。イエーイ。どんなお話をしていきましょうか。どうしましょう。僕ね、ちょっと考えてきたのは、はい、僕はね、ちょっと3という数字をちょっと話していきたいなと思ったんですけど、はいはいはい、僕は数学はですね、落第した男なんですよ。はいはいはい。いや、高校に入って数学がやっぱ格段と難しくなって、先生がね、なんかもう面白い、まあ、おじいちゃんの先生だったんですよね、うん、で口癖が、そこで、そこでっていう言葉ばっかり耳に入ってもう後のことは一層早くなってそこだけしか頭入らないんですね。そうで、全然それは分からないんですけど、でもね、楽譜を見てると、うん、楽譜はなんかこう数字の組み合わせのなんかパズルみたいだなって思ったり、うん、感じたりするところが、まあ、あって、はい、3っていう数字にとらわれた、ね、作曲家って結構多くて、なんか本当ちょっと数日前に、例えばほら、はい、3って123とか、うん、例えば ER3 数とか、はい、3って結構国が違っても3っていう数字は変わらないって聞くんですよね。でその3っていう数字は、はい、はてさてこの数学の世界ではどんな意味があるんだろうっていうのをちょっと聞いてみたいなと僕はちょっとちらっと思ってたんです。なるほどなるほど、はいはい、そうだね、三か、うん、まず例えば三脚、はあ、三脚ですね。二つは倒れるじゃないですか。バラスが倒れるね、はいはい、四角もダメなんです。あ、うん、なんでなんでこういっちゃう。あ、なるほどですね。だから四角四面とか言えばダメなんだ。四角四面って何でしたっけ。四角四面の三角やろう。四面三角誰だったっけ。四角四面ってあれじゃないですか。もう要は融通が効かないっていうことです。四面とか、四面とかはみんなを敵に回す。誰も相手にされない。そう東西南北敵がいるんですね。そうです。今日はすごいギャラリーなんで。スカイツリー、はいはい、スカイツリー三角形なんですよ、そこ。そうなんですか。三角形でこう東京タワーじゃないですか。東京タワー三角。そうですよね、うん、すごい安定してるんです。力がちょうど配分、きれいに配分されて、うん、壊れにくい構造は三角。4よりも3の方が、4もこう潰れちゃうから、こうってこう4ってこう上から圧力かかると平行支援がこう斜めにこう潰れちゃう。あ、斜めにずれちゃう。そうそう、だからタワーマンションとかも最近なんか三角形みたいなのがあるの。それへー、かもかもかも。うーん、素数、数学に、数学好きな素数っていうのがあって、素数って何ですかね。素数っていうのが割れないそう、定義を言うと、それ自身と1以外に約数を持たないか素数、うん、はいはいはい。例えば何ですか。例えば、そう、3は、3を割り切れる数っていうのは1と3なんだけなんです。だから5もそうです。5も1と5でしか割り切れないんで、5は素数。なるほど。で4は2で割り切れるじゃないですか。はい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 、だから素数じゃないんです、合成数で、うんうん、でだから3は、まあ、2が一番小さい素数は2なんですけれども、うん、3はその次に小さい素数なんで、うん、
なので、まあ大きな意味はある数だと思います。なるほど。素数は数学の世界ではすごくなんていうかな、魅力的な数。なるほど。いやほらさっきちょっとねお話しされてた中で、はい、ピタゴラスの話だったじゃないですか。音のピタゴラスさんは音の概念っていうのを定めた人なんですよ。はい。概念。で、そうドレイファスラシドっていうのはピタゴラスさんが決めたものじゃないんです。おおおお。はいはい。また違う話なんですね。違う話なんですよ。うん、でピタゴラスさんは、はい、なんで音を見つけたんですかね。何をきっかけに音を見つけたんだろう。おそらく規則性、世の中を規則的に解明したいっていうモチベーションがあると思うんですよ。ピタゴラスさん。ピタゴラスさん、はい、で音は生きてればあるわけじゃないですか、はいはい、でも音ってなんだろうっていうのを突き詰めて多分そういうところに行ったんじゃないかなと思います。あ、音がポーンいろいろ鳴ってて、はい、これってなんだろうっていうふうにいろいろしていったらそこにたどり着いたってことを分析したら、だからちなみに数学の向こうてる先っていうんですか、うん、はい、数学って終わりあるんですか。終わりはないです。終わりはないです。終わりのない世界。まだ解決されてない問題とか、まあ、問題ですね、うん、コーナーじゃないかなって予測はあるけれども誰もそれを証明してない問題もありますし、うん、今後そう新しい問題が生まれてくることもあると思います。し、数学って数学者っていうのはこれが何に役に立つかっていうのをあんまり考えずに目の前の問題があるから解決したいっていうのが数学者のモチベーションなんですけども、ただその結論、それを解決したことが数百年後に実用化されて、まあ、我々の生活の中に入り込んで、実はあの時のこれってこういう使い方があるんだっていうのを数百年経った後にそれが使えるっていうのも数学の面白さなんです。なるほどですね。お前も面白かったのは、はい、その先のことを考えずに今あることを解決していくっていうのがすごく面白かった。それって多分作曲家も多分同じで、今ある多分、まあ、全てが同じではないと思うんですけど、その今ある感情とかそういうのも、まあ、曲にしたためるじゃないですか、うん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 、で私みたいな指揮者は結局のところ中間管理職になるんですよ。なるほど。作曲者と演奏者の間ってことですか。間、うん、だから作曲者はこういうことを考えてたんだろう、うん、で演奏家は結局こうだろうじゃないかな。で結局だから指揮者が全部仕切ってるでしょって思われるんですけど、実際そうではなかったりするなと思ってて、で指揮者はその今あるものを何かするのはもちろんそうなんですけど、まあ、作曲家の方もそうなのかもわからないけれども、やっぱりこの先にどういうことをしていかなきゃいけないかっていうことを考えていかないといけないなって私は思ってるんですよ。それは何のその先っていうのは何の先ですか。今要するに僕はなんでこういう会をするかって、はいはい、そもそもなんですけど、はいはい、その教育の前に教養っていう話があって、うんうんうん、教育っていうのはそのあ例えば数学の算数字の話で言ったら 1から1、2、3、4、5、6、7、8、9、10っていう数字が分かって足し算、掛け算、引き算、割り算っていうのが分かるから問題が解けるから教育に行けるわけじゃないですか。ということは1とか2とか3とか足すとか割るとか分かんない人だったらそれはもう教育にたどり着かないわけです。確かにそうですね。で日本はやっぱり読み書きそろばんっていうのはまあ充実してるような気がするんですよ、うん、でもこれ昔の人が考えたのは読み書きそろばんと音楽まで入りますっていうのが人としてとっても大事な栄養ですよっていうようなことを言ってて、それは平たく言うとリベラルアーツっていう考え方になるんですよね、うん、っていうことはバランスが悪いで、このままの状態で進んでいっていいのやら、うん、で僕は思うのはドレイファス・ラシドがどこの国の言葉かわからないとは多分日本人の大多数だし、音楽の楽譜が読めない人っていうのは大多数。これでも義務教育でやっぱり10年近く音楽って習うんですよ。習うでしょ、うん、そうか中学校も習いますけど、でも楽譜が読めるっていうことにはならない。でもそこになんで差が出ちゃうんだろうっていうのは僕はすごく、だから数学とか国語とかでそういうのはちゃんとしなきゃいけないみたいな風潮はあるけど、音楽は別に楽譜が読めなくてもいいんじゃないのってなるっていうのは、もともとの根本の原理からすると僕は反してるんじゃないかなと思うんですよ。確かに。だから
そういうアンバランスさを今修正していっていい方向に持っていかないと僕はやばいなって思うから、ちょっとその今ある問題を後先考えずに解決していく行こうか行かどこうかみたいなことじゃなくて、うん、僕は先を考えようっていう話だと思ったんです。効果ってあの この曲、うん、これはベートーベンの交響曲第9番大工って言われます、うん、はい、でまずベートーベンは多分分かるんですよね、なんか聞いた感じで。次に引っかかるのが交響曲っていうのと第9っていうのが、これ分からない。あ、確かに言われてみれば、うん、交響曲いうのは、交響曲っていうのはオーケストラっていうスタイルのために書かれた楽曲の話なんです。だから例えばよくわからないけど1次関数とか2次関数みたいな数学の中でもその定義みたいなことですよ。だからでもなんかあのまあなんか説明はあるじゃないですか、授業でするとだから1次関数2次関数だね、でも音楽に関すると交響曲ってなんかすっげーわけよ、なんか難しいなウィーみたいな感じのイメージをすごい言われる。大工って言ったら本当笑い話なんですけど、大工さんが酒屋さんなのみたいな。いや、あるんですよ。あるんだ。いや、あるんですよ。やっぱあって。で、今なんでこの曲やったかっていうと、はい、この曲が日本で初めて日本人だけで、これ4つ章があるんですけど、この最後の4つの章、4楽章って言うんですけどね、これを初めて演奏された土地っていうのが福岡なんです。へ、うん、でもうちょっと言うとベートーベンってあの、まあ、今で言うところのこの人ですね。私いたしませんって言うの。大門未知子です。その昔音楽家はやっぱりお金持ちの方に雇われてて、その雇われてた証みたいなことで、いわゆるそのカツラを見てたから、ね、そういう人から頼まれたものはいたしませんって言って、うんうん、ポーンってカツラを捨てて、うんうん、初めてフリーランスの音楽家になりますって言ったのがベートーベン。へー。でこの人がいたからこの人々がチケットを買って行くっていうコンサートのスタイルができたんですよ。あ、なるほどなるほどなるほど、そう、うん、でこのベートーベンのこの大工っていうのが日本で初めて福岡でね演奏されたんだけど、僕はねこれ新しい福岡の人たちのなんか一つのブランドみたいな形で思ってほしいなと思うんですけどね。だからそういうのがどうやったらいいのかなって思うし、こうやっぱ音楽分かんなくてもこう生の音聞くのいいですよなんていう話のね、ブームやっぱりね江戸から始まるといいじゃないですか。かな福岡ってね、やっぱり江戸がってなったら福岡がわーって盛り上がるっていうなんかちょっと気質があるんで、やっぱりこういう各界のねスペシャリストの方と対談させていただきながらちょっとずつ巻き込んでいきたい。いやー大事ですね。本当に先ほどおっしゃった通り触れる場が少ないですもんね今。いや生の音に。僕はねイベントとしては僕やってるのはベートーベンの交響曲を、まあ、1番から9番まで全部やろうっていうコンサートを、まあ、やるんですよ。まあ、お盆にやるんですけど、まあ、ベートーベンの魂みんな。で、その最後の大工っていうのは音楽を通じてみんな仲良くしていこうってベートーベンが言ってて、で、このベートーベンがね、3っていう数字に縛られてる人なんですよ。へぇ、うん、だから、もう数学、算数、数学的ななんか問題だなっていう。だから、数学っていうのはなんかある意味摂理なのかなみたいな、うん、あの音楽で3ってどういうところに3拍子ぐらいしか私イメージないんですけども、3は、はいはいはい、例えば、はい、あ、1、2、3、うん、このっていうのが心が動いてる状態じゃないかって言われます。不安定ゾワゾワゾワって感じですか、うん、不安定、うん、確かに、うん、言われますね、うん、
の表紙だと4拍子はすごくしっくりくるんですけど、うん、3拍子はなんかちょっと違和感を感じますね、あの仕事的に。やっぱそうですけど4拍子3拍子違う感じ。でもなんか優雅に踊るんですけど、ね、確かにそうですね、今思えばそうですね、うん、でもやっぱ面白いですね、そういう世界からこういう音楽を見ていただいた。僕たちなんてそんなところに違和感さえないわけですよ、うん、不安定だなとか、うん、不安定とか言ったらみたいな、こんな不安定だけど、うん、こういうメニューとか不安定っていうふうには感じないな、やっぱり何か違う、あれって感じがします。それはあの悪い意味じゃなくって、うん、あの心地よいのも含めてあれっていう感じが、私個人的なあれかもわかんないですけど、ね、あ、なるほどですね。4拍子の曲と3拍子の曲っていうのはやっぱり4拍子の方が多いんですか、数として。日本の例えばですねポップミュージックの多くはやっぱり4拍子が多い、はい、でやっぱりダントツ少ないのが3拍子。あ、やっぱり、うん、すごい3拍子で思いつかないですけど、あの例えばあの千と千尋のいつもなんだろう、三拍子ですね。ああですねですね、本当だ。だからやっぱり三拍子ってやっぱり少ないと思いますね。そうはやっぱり理由があるんですかね、人の心情的に心的に。リズムの取り方としてやっぱりなんか日本人って苦手って言われてて、やっぱなんか三拍子って一二三っていうか、もうここちゃんと止まって、はい一二三一二三っていくんですけど、やっぱりこう、はい、その始まりもなんかうやむやで、1、2、3、1、2、3みたいに なっちゃうんですよね。だからなっちゃう傾向にあるから、なんかこうすごい平坦に なっちゃう。でもその三拍子って1、2、3、1、2、3ってこう人の心をこう、多分4拍子よりも1、2、3、4っていうよりも1、2、3、1、2、3ってやってる方が多分人の心は多分引きつけやすいかな。さっきあのダンス のワルツです、3拍子、はい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 、そう、そのイメージ、こういうイメージ、うん、3拍子、4拍子はなんか こんな感じ、こんな感じ、あ、3拍子は横のイメージ。だから日本の踊りで言うと、まあ、私福岡なんでですね、これ2拍子なんですよ。音楽と数字ってやっぱり切り離せないですね。テンポもそうですし、そうですよね、うん、何分の何拍子とかっていうのも数学のあれですね、表現してたんですよね。だテンポはね、はい、テンポはそれこそまたベートーベンですけど、はい、ベートーベンさんが出るまでは、はい、テンポはなかったんですよ、テンポはなかった、でメトロノームってあるじゃないですか、はい、メトロノームはあれはベートーベンのために作られたんですよ。ベートーベンさんがこう速さを数字にしたいって言って、メッツェルさんっていう人に頼んで、そういうのを作れって言ってですね、で作ってもらって、だそのベートーベンの以前の音楽には、はい、その曲にどれぐらいの速さでいきますっていう指示はないんですよ。だから例えばアレグロとか書いてたら大体こんな感じだろうっていう感じでやってたそうですね、演奏をしてたそうです。ベートーベンはそれだとやりにくいからはっきり決めようぜってなったわけです。やりにくいんじゃなくて神経質だったから、多分もう数値化したかったんだよ、面倒くさいタイプの面倒くさいタイプの男アル中だったんじゃないっけ。いや、あのアル中というか確かにね、あの肝硬変でなくなったんですよ。ああ、じゃあ、まあ、グイ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 、そうそうそう、まあ、お酒飲んだだけじゃなくて、なんかちょっとやっぱ鉛の成分みたいなのが入ってて、それがまあ耳の神経を、まあ、攻撃してだんだん耳が聞こえなくなってきたって言われてて、やっぱりお酒飲みすぎたんじゃないですかね。やっぱすごいですもんね、ベートーベンね、あの72歳引っ越ししてるんですよ。
72回。僕ね、オーストラリアで見たんですけど、ベートーベンがね、72回引っ越しした分の、ドアノブ見ましたよ。72個見たんですか？飾ってあるんですよ、72個。ちなみに72っていうのはなんか数学的に意味ある数ですか？72はめちゃくちゃ美しい数ですよ。美しい数、約数で言うと72を割れる数って山ほど1、2、3、4、6、8もある。はい、8、うん、で9、12いっぱい割れます。72がめちゃ美しい数です。へ、それを美しいという概念がわからないんですけど、それは割り切れるから美しいということなんですか？そうです、そうです。もうちょっと具体的に言うと、どんな美しさがあるんですか？なんかきらびやかだとか、なんか色があるとか、なんかちょっとそういうとこ、ちょ、割り切れるから美しいっていう概念に僕はどうしてもならないんですよ。例えるなら、うん、うわーって感じ。ザッツうわーって感じ。すげー、訳数こんなにあるじゃねえかーっていう、そういう凄さです。はぁはぁ。さっきの素数で言うと、はい、例えば59っていう数は、はい、割れる数が1個もないんですよ。1と59しか割れないんですよ。59ってこと。73もそう。73も1と73でしか割れないんですよ。それ以外の数で割れない。でも72はいろんな数でしょっちゅう割れるんですよ。例えば、まあ12、さっき1億単位の12の話ありましたけども、まあ、時計も12じゃないですか。うん、で、月数、1年12ヶ月、糸も12個。うん、12は小さい、かなり小さいのに割れる数が結構あるんですよ。あ、で、72って12の6倍なんで、だから12をもっと大きくしたすげえ数が72。なるほどね。音楽もね、はい、大体このドレミファソラシド、まあ、これが基本ですけど、はい、その実はね、音階が12個まで増えたっていう時代があったんですよ。うんうんうん、12個まで増えて、で、最終的にはもう椅子に座ってるだけで音楽だろうっていう。すげえ。アメリカのね、ジョン・ケイジさんっていう人が作った、まあ、曲で、それは音出さなくて、ただ座ってるだけっていう。あ、見たことあります。うん、何分間、ずっと沈黙が。そう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 、そこまで行っちゃったんですよね。で、ベートーベンがある程度こう音楽を作り上げたってまあ言われてて、そこがまあ大変で、で、みんな囚われたのが3の数字だったっていう。8分の6拍子とかもありますよね。8分ありますよ。はい、まあ、8分音符を一発として1小節の中に6つ入る。1、2、3、4、5、6。それもやっぱ3の仲間なんですね。6も3の仲間。そうですね。8分の、はい、例えば8分の3って、はい、みたいな、で、8分の6はじゃあそろそろまとめに入りましょうか。はいはい、入りましょうか。いや、いかがだったですか。いや、面白かったです。やっぱり、はい、違うジャンルのプロの方とお話しして、はい、そしてこの会場一体になってこう、それをみんなでこう楽しもうっていう雰囲気ってすごく心地よかったです。なるほどですね。いや、もう僕は未だにやっぱりわからない、その割り切れるところの美しさ。よくわからない、よくわからなかった最後まで。じゃどうなの、感覚っていうよりもやっぱりいろんな数学に触れて、それでその、うん、なんていうか興味深さが深まるっていうのは確かにあるかもなんですね。だから理解できないから楽しいのかもしれないです。だから、うん、それが何かわからないからすごく知りたいと思っちゃった。数学を今更勉強したいとは思わないんですけど、うん、その美しさが何で美しいんだろうって言ったら、多分こう作曲家が何を感じて作曲したかっていうことをこう追求するのに多分なんかすごい似てるような感覚になったんですけど、ありきたりな、ね、コメントで申し訳ないんですけど、やっぱりこう音楽と数学、数っていうのは切っても切り離せないんだなっていうのは再認識ですね、まあ、思いました。でもやっぱ鈴木さんはちょっとぶっ飛んでたな。そう、いたって普通だと思うんですかね。いや、やっぱりなんか
ね、割り切れるのは美しいとかなかなか言わないじゃないですか。僕も今日じゃなかったら言わないですよね。今日だから言ってるだけじゃん。皆さんちょっとね見てください、これ鈴木さんのバレちゃいました、これはい、これあの演習率パイパイパイってやつですね。 3.14 からこう永遠とこう終わらないっていう一番答えが出ないから鈴木さんから見て、はい、ここなんかコメント変だなとか、こういうとこ面白いなとか、なんかそういうのを教えてください。僕今日予習で木村さんの YouTube を何本か見させていただいて、はいはいはい、わこの人すげーと思って今日来たんですけども、うん、このフランクさそこに今日一番驚きました。やっぱり多分日本で一番指揮者に見えない指揮者だった、うん、そこは誇っていいところですね。そう、ちゃんとあの見てください、あの私ちゃんと真面目に指揮してるんです。あ、そうですか。そうでもあの本当にね、僕やっぱりこう数学が分からなかったので多分ちょっとコンプレックスみたいなのとかやっぱあって、うん、やっぱりこう何か人に伝えたいとか、例えば教えたらおこがましいけれども、そういう時はね、猿でも分かるっていうことをちょっと心がけてるんですよ。何猿でも分かる。歌い文句としてる。そうだから絶対難しいものほど、うん、すごくシンプルにできるんですよ。いや、それだ、難しいことを難しく言うのってあの、まあ、誰でもできるんですよ、うん、で難しいことをどれだけ分かりやすく伝えるように伝えるっていうのは難しいですよね、うん、そう、もうイエスはイエス、ノーはノーなんですよ。お、深いですよ、それ、うん、そう、またちょっと YouTube の話になっちゃうんですけども、はいはい、あの人に今伝える普及っていうことと一緒に、はい、企業研修の動画やった、あの帰りの合唱の、はい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 、あれすごく興味深く拝見させていただいてて、指揮者とオーケストラって結局共同作業じゃないですか、はいはい、で周りの人の音を聞きながら自分の音を出して、そしてこう同じこう空気を震わすわけじゃないですか、はい、でその一番前に立って、うん、そこをこうコントロールするのって並大抵のエネルギーじゃないんだろうなと思いながら、うん、であの企業研修でみんなが声を揃えて帰りの歌を歌うっていう、オーケストラってすごく自分から違う世界のはこのすごいなっていうなんですけども、実は我々人間のコミュニケーションとかグループ活動とかいうところにも共通する部分たくさんあるんだなっていうのをすごく感じて、あの木村さんのその教育者としての木村さんっていう姿を私もすごいいいものを見させてもらったなと思いながら見てます。わあ、ありがとうございます。ぜひね見てほしいなと思いますけど、あれはおすすめです、カエルの合唱の、うん、いやこれもやっぱね、やっぱ最初はやっぱみんなえカエルの合唱、いい大人が120人、そうそう、いい大人が、うん、でもあることをきっかけにそのことを忘れて無我夢中になっていって、うん、最後はまあいい感じに終わっていくんですけど、やっぱりこう音楽ってやっぱそういう不思議な力をやっぱり持ってて、うんうん、だからあのやっぱりクラシック音楽はって敬遠する人ってたくさんいると思うんで、だから僕本当伝えたいのはもうそういうね、音楽がどうか僕も分かんない、でそれを追求するのはちょっとなんか違うような気がするんで、それも置いといて本当にこう生の音を聞くっていうことを大切にしていて、で私たちの持ってる楽器って声じゃないですか、はい、でこうやってカエルの歌でも声を出していって何かやっていけば何かできるんですよ、で、うんうん、声を出すからやっぱりこう活発になるじゃないですか、エネルギーと、うん、確かに、だからそういうのを、まあ、こう大事にしていったりこう、まあ、チームビルディングとして、まああいう形でね、うん、もう盛り上げていったりするような、まあ、一つの、ね、手段としては最適なものだなというふうに、まあ、思ってます。だから本当にねそういうつまらないものじゃないけれども、うん、そういうものをどれだけこう最高なものにこう感じて作り上げていくかっていうのは僕ね本当に大事だと思ってて、ああもうダメだと思うか、おおよしこっからやっていこうって思うかじゃ多分もう全然違うんですけど、やっぱり数学に関してはもうどうしてもダメです。そこ最後そこですか。綺麗に落ちましたね今、はい、だからもう鈴木さんの使命として僕は数学が好きになるように頑張ってください。わかりました。楽しかったですね。あ、楽しかったですね、はい、いや今日あの初めての、ね、回だったんですけど、うん、今日僕はもうあえて鈴木さんの情報は入れずに来ました。はい、はい、もう本当に面白かったですね、うん、もうやっぱりなんかすごい人って本当に変、うん、あ、そうですね、はい、そう、それはすごく嬉しいですね、うん、だから本当にこれを通じて
まあ、人と一緒で、ね、同調圧力とか、まあ、あるけれども、そうじゃなくて、あなたにしかできないことは何なのか、うん、それをちょっとなんか探ろうぜみたいなきっかけになっていったら、僕はすごいいいなと思いました。だから僕は本当にしつこいですけど、割り切れる美しさが本当に分からなかった。またしつこいですね。何回落とすんですか、これ。ということで、いや、本当ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということでですね、第1回目の対談イベントが終わったわけですけれども、鈴木さん、はい、いかがだったですか。いやー、勉強になり、僕自身が勉強になりましたね。本当に数学と音楽ってこんなに密接にも関係してて、はい、そのなんていうか接点をこう探っていくのがすごい楽しかったです、うん、ですよね。僕も本当楽しかったんですけど、全部思ったことを喋れたかなって考えると、まだまだ全然足りないなと思いました。だから僕も本当にこう今回あえて、ね、前情報を入れていかなかったので、はい、あのこれをきっかけにまたどんどんさせていただきたいなと思っておりますし、はい、まあ、福岡在住でですね、まあ、鈴木さんはこうあの、ね、仕事に使える数学ってですよね、はい、そうです。これ今ね Amazon 1位ですよ。そういう方とね、こういうふうに、ね、対談できるなんて、もう私もミーハーですからですね。まあ後でサインを、ね、いただきたいなと本当に、はい、思っております、私もですね、まあ、私は数学の世界でやってますけれども、音楽の世界全く素人の私が木村さんとこういう機会をいただけるっていうのも、私も大変光栄で、今日はすごく楽しかったです。一ファンとして楽しかったです。で、あの本ですね、仕事に役立つ数学っていう本を、出しましたので、皆さんもしよかったら、ご購入いただければと思います。ちょっとね、ここら辺に出して、ね、ありがとうございます。ここですね、はい、ありがとうございます。私も読んでみようと思います。ありがとうございます。じゃあということで、鈴木さん、これは、ね、はい、僕の YouTube の最後になるんですけれども、はい、最後はですね、視聴者の皆さんに向かってさよならコールをしますので、私がせーのって言ったら、はい、さよならっていうふうにやってもらっていいですか。 OK です。はい、ということで、最後まで皆さんご視聴ありがとうございました。ということで、鈴木さん、はい、またお会いしたいと思います。ぜひぜひ。それでは、はい、さよならコールお願いします。はい、いきますよ、せーの、さよなら。